岡本和真が最高すぎる。片手でスタンド放り込むのかっこよすぎん。さすが若大将。現地で泣きそうになってしまった。ヒーローインタビューまで含めて好き。岡本和真はプロ初ヒロインの時、奈良のジョニー・デップですというほどの強者です。世界よ、これが読売巨人軍の手法だ。ふーん、岡本和真って人うちに欲しいな。ジャイアンツにもその調子で帰ってきて。なお1試合5打点は WBC 日本人最多タイな模様。今日はもう岡本さんの日でしょう。大丈夫、誰もサインミスの盗塁のことは覚えてない。